あ、なんか歩いてるぞ。なんかあれ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 なんか一体、あれ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 なんか見えたぞ。これは、一目散に倒していくしかないかな。どうも、そうです。ということで、今回もスプラトゥーンやっていきましょう。いやー、久しぶりのスプラトゥーンクライムじゃないでしょ、これ。なんか、さっき僕、スプラトゥーンクライムね、動画を投稿し始めていましてね。もう、ほぼ毎日スプラトゥーンみたいな感じのだったんですけど、ちょっと前までは。最近マインクラフトで投稿してるんですけどね、皆さんがね、もうスプラトゥーンはまだかというもんですから、もう僕はもうマインクラフトとかも見なさいと、スプラトゥーンも見てくれるの、僕の動画見てくれるの嬉しいから、みんなスプラトゥーン以外の動画も見てください。そうすると僕は目からね、血を流しながらね、ありがとうって言って寝ます。それなんか死んでるみたいだね。いや、普通に寝るからね。死んでるわけじゃないよ。うん、はい。これ何の話だよ、しょっぱなから意味わかんないな。ということでね、今回もスプラトゥーンかくれんぼやっていくわけなんですけども、今回は塗りなしくれんぼやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。ちょっとね、僕この動画を撮るちょっと前に1本スプラトゥーンかくれんぼ動画撮ったんですけども、なんと撮影ミスをしてしまって、初めての撮影ミスをしちゃってさ、本当は動画を撮った後にこの録画ソフトがエンコードって作業をするんだけど、エンコードっていう作業がなんかバグっちゃってできなかったんで、それで動画がね、編集できなくなっちゃって、もう、やむを得ず送られてなったね、事件がありまして、ちょっと今それなんで、ちょっとテンションがね、ちょっと落ち気味というか、ちょっとなんかテンションはね、落ち込んでます。はい。ということで、今回もスプラトゥーンかくれんぼ久しぶりにやっていこうかなと思います。いやー、てかね、もう動画の頻度どうしようかと思ってさ、スプラトゥーンもやりたいし、マリオメーカーもやりたいし、マインクラフトもやりたいしさ、どうしようと思って、もうどうしたらいいですかね。コメント欄で何の動画見たいか教えてくださいって言おうと思ったけど、みんな多分スプラトゥーンが見たいんだよね。はい、ということで、まあね、ゆっくり、まあ、自分のペースで頑張っていこうかなと思いますわ。はい。で、今回も塗りなしかくれんぼなので、始まる時間はね、残り時間、2分からとなっています。いつもね、スプラトゥーンかくれんぼあったら、まあ、残り時間3分からね、鬼が動き始めるんですけど、まあ、塗りなしかくれんぼはいつもと違ってね、残り時間2分から、となっております。しょっつる鉱山なのでね、ちょっとね、今回はね、ガチホコのね、しょっつる鉱山なので、ちょっとね、ガチホコのしょっつる鉱山、マップあんま理解してないんですよね。だから、どうなるか不安だわ。とりあえず、やっていきましょうか。始まるまでカットしていきましょう。よし、行くぞ。なんか一人死んでるけど大丈夫か ?4、3、2、1、5! よし、やっていくぞ。なんか多分一人死ん、始まる直前まで死んでたんで、多分一人はリスポーン地点にいるだろう。なんか歩いてるぞ。なんかあれ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 なんか一体、あれ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 なんか見えたぞ。これは、一目散に倒していくしかないかなーと。ここにそうな、この階段のところほら、はい、せーの、バイバイ。猫大好きさんを倒します。猫が好きなのかな、この人。僕も猫好きなんですよね。猫可愛いからね。犬派というよりかは僕は猫派ですかね、やっぱり。うん。ということで、猫大好きさんを倒していきました。で、壊せるか。やばい、壊せないんだが、待って。はい、よし、壊していきましょう。で、あと残り3人だね。猫大好きさん1人見つけたの、あと残り3人。で、ここになんかあるんだよな。はい。ね。当てるのがマジで下手くそ。本当にスプラチャージャーをね、当てるのが本当にね、下手すぎて逆に才能かと思うもん。はい、倒しますよ。ほい。よっしゃ。よし、こって猫さん倒しました。いいぞ。あと残り、待って、向こうにいるぞ。今回ちょっと順調だな。待って、ここから行くのか。行くぞ。チャージショットを決めていこう。はい。うまい。チャージショットをしっかりと決めていくじゃんで、決めていく。で、あと残り一人だ。どこだろう、あと一人。で、向こうにちょっとビーコンあるんで。ビーコンに飛ばれると本当に困るので、ここにもビーコンあるな。あれ塗りなしくれんぼってビーコン、一人一個だった気がするんだけど、なんか5個置いてなかったか、今。まあいいや。あと残り一人。どこにいるのか。なんかさ、どうなんだろう。もう、しょっつる鉱山のマップがさ、あんまり分かってないからさ、もうどこがどこか分かんないんだよな。こういうところ。うわ、なんか塗られてんだけど大丈夫これ。ここなんかくれたら最悪だからね。こういうとこにいたりする?さすがにないか。待って。そんな、なんか、悠々自適になんか塗ってる場合じゃないぞ。なんか、終わっちゃう。待って。いなくね一人。おろ。よーし、ということで、しょっつる鉱山、答え合わせやっていきましょう。というわけで、答え合わせですね。僕、最後に誰見つ、リオさんかな見つけられなかった人を。リオさんがね、見つけられ、あれ
誰見つけないんだ、まあいいや、やっていきましょうということで、僕3人見つけられてね、1人見つけなかったんですよね。ちょっと悔しいな、マジで。どこ見たんですかね。じゃあまず、猫大好きさん。まあ、こちらにありましたね。ごついなぁ。まあ、猫大好きさんということでね。まあ、なんか最初ね、水没してたよね、この人。最初なんか水没してたよね。で、それでなんか急いでここに隠れたのかな。まあ、一瞬で倒したんですけど。で、次が、なぎほさん。ここにいましたね。この、あれ？あ、そっか。あ、いた、そう、そこにいたよ、そういえば。ここからさ、こうやって歩いたら見えたんだよね、ここから。なぎほさんが。そうそう。で、次が、僕が見つけたのは、琴猫さんかな？ここの、何してんの？え、琴猫さん、どこに来る？あれ？僕が見つけたのって琴猫さんじゃなかったっけ？あれ違う？でもね、なんかずっと歩き回ってるけど、大丈夫か？で、僕が見つけられなかった人が、リオさんっていうことでね、こちらに、おりました。ここの上の方ですね。ここのさ、これ、あー、そういうことは、ここのさ、ベルトコンベアから登ってきて、こっからリオさんの方に、まあ、行けば、まあ、見つけられたって感じなのかな？難しすぎないか？難しすぎないか？これ、マジで。あ、ということで、リオさん、ここにおりました。そして、肝心のこと、あ、やっぱ、あ、やっぱいたわ。そう、コテネコさんね、ここにいたんだよね。なんかずっと散歩してたけど、今さっき。散歩した気持ちだったのかな。はい、まあ、ということで、次僕が隠ればやっていこうかなと思います。久しぶりの塗り足なんで、ちょっと、頑張らなきゃいけないな。やっていきましょう。よーし、ていこうで、バッテラストリートやっていきましょう。バッテラストリートさ、なんかあの、改修工事あったじゃん、結構前に。そっから全くね、覚えてないんだよね。マップの構造を。ガチホコ、あ、ガチホコは、あれか。ここまで来れるのか。普通に、徒歩でというか、歩きでね、こうやって。あ、いけるいける。あ、だったらさ、ここ隠れられるの？このさ、こっちこっち。よいしょ、ちょっと、何してんの？あ、ビーコンいたね、今。はい、で、ここ隠れられるじゃん。ほらほら。塗りなしでもね、この木箱を使うことで隠れられるんですよね、皆さん。そしてこうやって、ねえ、ここ隠れられるじゃん。いいじゃん、ここ。え、ちょっとここ隠れたいことない？え、どうしよう。ここにビーコンいちゃうか。ここにビーコンいちゃいまーす。せーの、ポチ。よし、もう、危なくなったらあそこに隠れるわ。うん、よろしく。じゃあ、あとはどこに隠れるかなんだよね。どこ行こっか。あ、こっからさ、こうやって登れる。こっからこうやってジャンプで登れるのか。便利な世の中になりましたね。本当にね。便利かわかんないけど。あとは、じゃあ、本当にどこに隠れればいいかわかんないんだよな。塗りなしって結構さ、目立つじゃん。なんか結構、なんか角っことか。なんか、もう、日陰に隠れた方がいいのかな。もう。ここでいい隠れ場所がなかなか、ないんだよな。これ。で、本当に。どうしよう。あ、ここ良くないか。このさ、ここ。ここをギリギリこうやって。よいしょ。こうやってギリギリこう。この上をこう。上からこうやってさ、ゆっくりと、こうギリギリまでさ、ここら辺か？もうちょっといけるか？もうちょっといけるか？あっくっか！死んでしまった。これギリギリまでそう、こう、端っこまで寄って、そこに隠れよう。あ、いいアイデアじゃないか。あとのこれ1分あるのでね、鬼が動くまで。ちょっと頑張ってみようぜ。うわぁ、うわぁ、うわぁ、もうちょっといけるか？もう死にすぎ。もうこの画面見飽きたでしょ、みんな。ちょっと時間的にもやべえな。時間がやべえな。時間がやべえな。ちょっと時間、待って、やばい。3、2、やばい、もうここでいいや。もうここでいいや。もう始まったと同時にもうそこから動いてはいけないっていうルールなので、待って、あそこにリオさんがいるんだけど。どうしよう。バレるやん、ここはさすがに。マジでなんもないじゃん、周りに。遮蔽物が周り何もないんだけど、終わったな？もしかして。どうしよう、ここにもう飛んじゃうか。飛んじゃいます、ここに。あれ琴猫さん死んでるじゃん。え、まさかの琴猫さんもうすでに死んじゃった。気づかなかった。琴猫さん。なんかこっち見とる。今、なぎほさんと、リオさんと僕が生き残ってるわけなんですけども、ここにあるビーコンまだバレてない。お、いいよ。飛んでいいか、これ。飛んでみる？飛ぶか。飛ぼう。よし。飛んでもバレないな。オッケー。あー、もうここ見晴らし良くて最高。もうこの、もう見晴らしいね、本当にこの場所。あとは鬼がどう動いてくるからな。どう動いてくるんだ、鬼さん。あー、これ怖い。うわ、ブラスター持ってんのか。ブラスター怖えな。一撃で倒すかな。これ、投げ押さん終わったか、もしかして。あっと、あ。倒されていくやん。やばい、あと残り二人だ。僕と、リオさんの二人だね、あと残り。オッケー、20秒、あと時間稼げればね、勝ちよ。うん。大丈夫かな。オッケー、そろそろ10秒切る。10秒切ったらもう勝ち。あ、もうこれ勝ったんじゃないか。あ、ちょっとこれ、リオさんがちょっと、怖いな。倒されちゃう？おっと、あ、飛んだ。で、あ、飛んで、あははおっと、これ、あれだな。ビーコン2つ生き残ってたんで、リオさん、あれだな。
ビーコンに飛ぶことで時間稼ぎしたっぽいな。わ、リオさんはなんかこれ戦略的勝利みたいな感じだった。僕はただ、イカになってただけっていう。はい、という今回は久しぶりにね、スプラトゥーンからもやってみたわけなんですけども、塗り直しからもね、やってみました。いや、最後ね、リオさんのあの2回ね、ビーコンに飛ぶことで時間稼ぎするってあの戦法はすごい、頭いいとか強いな、普通に、と思いましたね。時間稼ぎなんで結構使えるね。ということで、このスプラトゥーンクレームをね、ツイッターの方で参加者募集してよかったら、概要欄の方にツイッターの URL 貼ってあるのでよかったら、ツイッターの方、フォローよろしくお願いします。ということで、今後よければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた見てくれると嬉しいです。それでは、バイバイ。